サカナクションサカナクションのディスコグラフィ834.194834.194は日本のロックバンドサカナクションの7枚目のオリジナルアルバムビクターエンタテインメント内のレーベル NF レコーズより2019年6月19日に発売された本項目では2019年から2020年にかけて開催された 同作品のリリースツアー及びその映像作品などについても記述する。サカナクションのオリジナルアルバムとしては前作、サカナクションから約6年3ヶ月ぶりとなる作品で、それまでのキャリアの半分をかけて制作された。2019年3月7日にバンドのリーダー、山口一郎がパーソナリティを務めるサカナロックスにてリリースが発表された。この時は、 本作の発売日を2019年4月24日とアナウンスしていたが、後に2019年6月19日に延期された。本作は通常版、完全生産限定版 A、完全生産限定版 B の3形態で発売され、各形態とも CD2 枚組で、各9曲ずつの合計18曲が収録されている。また、完全生産限定版には、ボーナストラック、 イヤー,ーズのダウンロードコードが封入されるほか、付属のブルーレイおよび DVD には2017年5月9日に新木バスタジオコーストにて開催された、サカナクションデビュー10周年記念イベント2007.05-09から2017.05-09の映像が収録されている。アルバム全体のコンセプトは、作為制と無作為制、または札幌と東京であり、 タイトルの834.194は、サカナクションが札幌時代に活動拠点としていたスタジオ B ポップと現在レコーディングの際に使用している東京の青葉大スタジオを直線で結んだ距離に由来している。各収録曲の原曲は山口によって制作され、それをメンバーでアレンジして完成させた。レコーディングは東京の青葉大スタジオとソイスタジオで行われ、 大半の曲のサウンドプロデュースは、青葉大スタジオのチーフエンジニアである、浦本雅史が務めた。CD2 枚に分けて収録された楽曲のうち、ディスク1は、ポップでアッパーな楽曲を中心に構成されているのに、対して、ディスク2は、ノスタルジックでディープな楽曲を中心に構成されている。複数の批評家はこのアルバムに肯定的に評価しており、 2010年代のバンドの音楽活動とも結びつけながら、批評を行っている。オリコンアルバムチャートでは最高位2位を記録し、日本レコード協会からゴールドディスク認定を受けている。今作のプロモーションとして、ナイロンの糸、忘れられないの、モスの3曲でミュージックビデオが制作されており、すべてバンドの公式 YouTube チャンネルで公開されている。 アルバムを引っ提げたツアーは2度開催されており、まず2019年に日本全国のアリーナをめぐるサコナックウェリアム 2019-834.1946.1CH サウンドアラウンドアレーナセッションが開催され、追加公演として中国でも2公演を行われた。2020年には日本全国のホールをめぐる サコナック・ウェリアム202834.194校が開催されたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、約半数の公演が開催中止となった。これを受け、その代替企画として、バンド史上初となるオンラインライブ、サコナック・ウェリアム校が2020年8月に開催された。2013年3月15日、サカナクションは6枚目のアルバム、 サカナクションをリリースした。この作品はオリコン1位20万枚以上を売り上げ、またアルバムツアーは8万人の動員を達成した。さらに年末には紅白歌合戦の出場も決定し、2013年はバンドにとって躍進の年となった。さらにこの年には映画バクマンの劇 とも及び主題歌の制作以来をはじめとした新たなタイアップの企画がサカナクションに持ち上がるようになったが、山口はサカナクションのリリース及びツアーをやり終えた後に新しい目標を見つけたいという感情と折り合いが継がず、この状況に悩みを抱いていた。この時期に制作されていた楽曲は、東新ハイスクールの CM ソング、さよならはエモーションと映画ジャッジの主題歌。 ユリイカであったが、これらの楽曲制作のためのスタジオでの作業中に突如できた楽曲がグッドバイだった。先の2曲の制作にかなり苦労していた中で自然にできたこのグッドバイについて山口は雑誌インタビューで以下のように述べている。この弾き語りを聞いたスタッフからも好評だったこともあり、山口はグッドバイを東進ハイスクールのテレビ CM に使用し、9枚目のシングルを さよならは、エモーション、ユリーカではなく、グッドバイ、ユリーカとして両 A 面でリリースしたいと考えた。しかしこの時すでに等身の CM は、さよならは、エモーションの音源を用いた状態で完成していたため、一時は、それが叶わないこととなり山口はひどく落ち込んだという。これがトリガーとなり、精神的にかなり不安定に陥ってしまった状況に、 危機感を覚えた山口はスタッフになんとか、グッドバイを、サカナクション以後の初リリースとなる作品にしたいと相談したところ、タイアップに使用する曲は変更できないものの、シングルとしてリリースする楽曲の調整はできることとなった。こうして2014年1月15日、先に制作を開始していた、さよならは、エモーションを一旦差し置いて、グッドバイ、 ユリーカを9枚目のシングルとしてリリースした。ここで発表した2曲はミドルテンポかつミニマルな構成の楽曲であったことから関係者からは楽曲としての完成度は評価されつつもこれらの作品を最新アルバムでオリコン1位を獲得した直後にリリースすることには当初反対が相次いだという。しかし山口にはこの2曲について マジョリティの中のマイノリティというバンドの立ち位置を確立したいという強い意向があったためリリースに踏み切ったことを語っている。この時期に打ち立てられたマスカラのドロップアウトというコンセプトはその後何度か解釈、表現の仕方を変えつつも最終的なアルバムの完成まで受け継がれることとなる。9枚目のシングルとしてグッドバイ、ユリーカをリリースした直後からバンドはホールツアー。 サコナックウェリアム2014サコナトライブを開催し始めたが、この時期にメンバーの岡崎が精神面でのスランプに陥った。ライブなどで演奏することはできたものの、制作の際に自身からアイデアを出すことは不可能な状況にあった。これに加え山口も前述したグッドバイのリリースをめぐる件で精神的に不安定な状況が続いていた。 外から見たバンドの状況としては、アルバム、サカナクションで、初のオリコン1位を獲得し、紅白歌合戦への出場を決め、さらなるタイアップの契約も進んでいたため躍進の時期と見られていたが、メンバー間での内情は加工の一途をたどっており、当時について、江島は、正直もう終わったとまで考えていた時期もあったと後に、語っている。2014年5月、映画、バクマン。 の主題歌及び劇ともの最初に設定された締め切りがこの時期に設定されていたが前述の事情により順調に制作を行える状況ではなかったため同年の秋頃に引き伸ばされることとなった2014年10月10枚目のシングルさよならはエモーション蓮の花を両 A 面でリリースするここで発表された2曲についてもグッドバイユリーカと同様 マジョリティの中のマイノリティというバンドの立ち位置を表現する意図があったと語っている。2014年11月末、翌月に控えた映画バクマンのダビングステージ作業に合わせて劇ともの制作を完了させることはできたものの、主題歌は山口による歌詞の執筆が思うように進行しなかったため完成させることができず、さらに締め切りを伸ばすこととなった。これまでにバンドでは、 バクマンに関連した楽曲を1枚のアルバムとしてリリースするアイデアもあり7枚目のオリジナルアルバムには収録されない可能性もあった最終的に主題歌シングルとして決定してから山口は映画のストーリーと当時掲げていた7枚目のアルバムのコンセプトである東京というテーマを包括した歌詞の制作を目指したものの納得のいくものを仕上げられないまま11月の 締め切りを過ぎることとなった。当時について山口はかなりやばいと思っていたと後に語っている。2015年1月3日、この日 NHK 総合テレビジョンで放送された特別番組ネクストワールド私たちの未来の初回放送でライゾマティクス、アンディアレージ、三田新一らとともに30年後の未来のライブをイメージしたパフォーマンスを行った。 またこの放送に合わせて、同日の正午より、ユーストリームで行われた配信で、草刈りが数年前に婚約していた、一般男性との間に第一子を妊娠していたことと、それに伴った産休のためにレコーディングは行うものの、ライブ活動をしばらく休止することを発表。発表後は、約半年間、山口はバクマンの主題歌、新宝島の歌詞執筆。 草刈は出産の準備。残りのメンバーは過去作品のハイレゾ配信及びアナログ版やカップリングアルバム発売に向けたリマスタリング作業という形でそれぞれのタスクを進行する期間が続いた。7月2日から3日にかけてバンドはカルチャーイベントナイトフィッシングをエビスリキッドルームで開催した。ライブ活動を休止している中このタイミングで イベントの開催に踏み切ったのには、前述したネクストワールドの放送と草刈りの産休が重なったことが要因している。ネクストワールドで異なる分野のクリエイターと作業を行い話をした時に音楽と他のカルチャーとの結びつきが弱い現状を打開する必要性に気づいたこと、そういった音楽と音楽以外のカルチャーを結びつける空間をオーガナイズするには、 ライブ活動を休止している当時のタイミングしかなかったと山口は語っている8月5日にカップリングアルバム懐かしい月は新しい月カップリングリミックスワークスをリリース9月1日に山口は新宝島のレコーディングを終えた旨をインスタグラムで報告した9月11日にはナイトフィッシングのイベント名を NF と改めその01を エビスリキッドルームで開催した。9月30日、新たに立ち上げたバンドの自主レーベル、NF レコーズから、バンドの11枚目のシングルとして、新宝島をリリースした。そして10月から翌2016年の春にかけて、NF の開催や、ショートフィルム、ミュウミュウの劇とも制作を挟みつつ、シングルの実質的なリリースツアーとなる。 サコナック・ウェリアム2015から 2016NF レコーズローオンチツアーで全国を回った。2015年の NF 発足をはじめとした音楽以外の文化との関わりを積極的に持ち始めた時期に関して山口はと振り返っており新曲を完成させるためにも必要なステップであったとしている。ただし他のメンバーは この時期の山口の文化的な活動に関して基本的には肯定的に捉え理解を示しつつも音楽活動とのバランスを取るのに苦労していた面もあったことを指摘しているこのように当初は山口と他のメンバーとの間でモチベーションに差はあったのものの音楽以外の文化と関わる経験を重ねそれを自身の音楽制作へと還元していく活動スタイルが この時期から徐々に形成されていき、多分、風、以降の楽曲制作へと繋がっていくこととなる。新宝島が完成し草刈りがバンドに復帰してからは、5人での音楽制作のリズムを作り直す時期がしばらく続いた。新宝島の制作後、岩寺と江島で、多分、風、を、江島と岡崎で、影炎を制作し始めたが、草刈は、 子育てのために以前よりもスタジオに滞在できる時間が短くなり、岡崎は依然としてスランプからの回復の途中にあったことが重なりバンドのペースを取り戻すことがなかなかできなかったという。2015年の後半から NF をはじめとした音楽制作のモチベーションを向上させる様々な試みを行ったにもかかわらず、新しい活動スタイルを確立できない状況に、 不安を感じていたと江島は振り返っている。2016年10月19日、12枚目のシングル、多分、風をリリースする。この時期は新アルバムに向けて本格的に動き始めてはいなかったものの、教習や東京というコンセプトをもとにアルバムの構想を練っていたことを雑誌、ムジカ第115号のインタビューで語っている。 山口は前述したバンドのペースを取り戻すことができていない状況に変化を与えるため、自宅とは別にバンド専用のスタジオを新たに作ることを提案し、2017年の8月に富ヶ谷にレコーディングスタジオ、NF スタジオが設立される。このスタジオの設備やコンセプトについてはテレビ、朝日系列、関ジャム完全燃焼2018年6月3日、放送会や、 サウンドレコーディングマガジン2019年8月号で開設されている。さらに山口は新しい環境を整備したとしても目標がないままでは制作が進まないと考え AOR というテーマを提示し新曲の試作に取り掛かり始める。この富ヶ谷スタジオで制作をしていた期間に一人が持ち寄ったメロディやコード進行を他のメンバーと共に練り直したり、 互いの当時よく聴いていた音楽の共有を行ったりしたことで徐々にバンドの調子を取り戻すことができたという。しかし、この富ヶ谷セッションで新たに作られた音源は完成度には概ね満足していたもののサカナクションの音楽ではないという山口の判断からすべて没となった。ただし、このような結果になったものの富ヶ谷での期間が無駄になったと考えるメンバーはおらず、バンド全員で 同じ感覚を再び共有するための試運転という目標は達成できたとしている。また当時の音源は新アルバムに使用されていないながらもこの時期に獲得した AOR の音楽性や演奏技術のおかげで後に忘れられないのを生み出すことができたと振り返っている。また特に演奏技術に関してはこの時期岩寺に覚醒が起きたと山口は語っている。 富ヶ谷セッションを経た後、以前からデモ音源のあった、影朗を映画、ドンテに笑うの主題歌として完成させる作業が始まった。同時に、映画のオープニングテーマとして、NF レコーズローンチツアーで披露した、サコナドライブ、トランスミックスマイナスのリアレンジ作業も行っていたが、この時期は、富ヶ谷セッションの時期のような雰囲気ではなく、目の前の締め切りに間に合わせることで、 精一杯であったという。完成前の、影ウは2017年4月7日に開催された、サコナックウェリアム2017高崎アリーナオープン、記念ライブ以降ライブでも演奏されていたが、2017年の間に音源としてリリースされることはなかった。メジャーデビュー10周年でありながらも2017年にリリースされた音源は、 YouTube でメガボルトが公開された空と一曲のみであり、シングルアルバムともに CD の発売はなくまたライブ映像作品のリリースもなかった。2018年3月28日、ベストアルバム、魚図鑑をリリースし6枚目のアルバム、魚クション以来のオリコン1位を達成する。当初このベストアルバムには、グッドバイから多分、風。 までのものも含めたすべてのシングルを収録するアイデアも浮上していた。しかし、もし実際にすべてのシングルを収録してしまうと、グッドバイ、ユリーカ、さよならは、エモーション、レンの花のマジョリティからの脱却を試みた時期を経ての新宝島、多分、風。絵の再浮上というストーリーを表現する機会が失われてしまうことに気づき、最終的に新宝島、 グッドバイを除いたシングル曲は収録されなかった。こうしてリリースされたベストアルバムが高く評価されたことで山口の中では次のオリジナルアルバムで表現するべきコンセプトが明確になり7枚目のアルバム制作に向けて本格的に動き出すきっかけとなった。一方他のメンバーの間ではできることではあればこのタイミングでベスト版ではなく オリジナルアルバムを完成させたかったという思いもあった。ためいくらかネガティブな気持ちも抱えていたという。ベストアルバムのリリース直後は山口と他のメンバー間で新アルバムへのモチベーションに差が生じていたが、その後の夏フェスシーズンが終了した後にナイロンの糸、忘れられないの、モスの3曲のレコーディングを始めた時期からはメンバー全員がアルバム制作を本格的に取り組むようになった。 ここで、ほぼ完成していた3曲は2018年11月末から12月初頭にかけて4日間開催された、サコナックウリアム2018ユーオズカンゼミナールジュ、ライブセッション以降のライブで披露された。また、この公演の3日目、2018年12月2日の夜に開催された、クラブイベント NF11 アット EX シアター六本木で、サカナクションの全身バンド、 ダッチマン時代の楽曲、セプテンバーを弾き語りで演奏した。セプテンバーは山口が10代の頃に制作されたもので、あるが NF で披露した際の観客の反応に手応えを感じたことで、札幌時代の初位自分たちのためだけに作った曲でも今のサカナクションのファンには評価されることに気づいたという。また、この気づきをきっかけに山口は2013年の サカナクション以降から続いていた自身の中の葛藤の正体が札幌で音楽を作っていた時代の感覚をいかに現在の楽曲に再び取り込むことができるか無作為性をいかに作為的に作り出すことができるかというものであったことを発見しその葛藤は札幌と東京という二つの場所をコンセプトにすることでアルバムとして表現できるという結論にようやくたどり着いた 翌年の3月7日、山口が、魚ロックで、新アルバムを4月24日にリリースすることを、正式に発表し、ここで初めて、東京と札幌の距離をもとにした、834.194というタイトルが公開された。3月28日、山口は、魚ロックで、アルバムの発売日をおよそ2ヶ月延期することを発表した。延期の、 主な要因は山口が忘れられないのの歌詞を完成できなかったためであり、このことで山口は他のメンバーに意思共有の方法などに関して厳しく意見されたという。山口は忘れられないのの最終的に完成させた日のエピソードをいくつかの場所で語っている。山口が忘れられないのの歌詞執筆の休憩中にお茶を入れたところ茶柱が立っていることに気づき、 その日のうちに歌詞を書き終えることができたという。また、この経験をもとに急遽制作され、アルバムに収録された楽曲が、茶柱である。ちなみに、この時飲んでいた緑茶は、ジェンジェンアンのものであり、以降バンドとは何度かコンテンツを共に制作している。2019年6月19日、前作、サカナクションから実に6年3ヶ月という期間を経て、7スアルバム。 八百三十四点一九四がリリースされた。青葉台スタジオスタジオ B ポップアルバム八百三十四点一九四のタイトルの由来となった音楽スタジオ、青葉台スタジオとスタジオ B ポップの位置。この二箇所を結んだ距離が八百三十四点一九四キロメートルとなっている。アルバム全体のコンセプトは、作為制と無作為制、または札幌と東京であり、 タイトルの834.194は、サカナクションが札幌時代に活動拠点としていたスタジオ B ポップと現在レコーディングの際に使用している東京の青葉大スタジオを直線で結んだ距離に由来する。各ディスクタイトルもこれらのスタジオに由来しており、ディスク1のタイトル3 5 3 8 5 2 9九千百13941393000は、 青葉大スタジオ、ディスク2のタイトル、4303189000、1 4 1 1 9十7 5 0 0 0は、スタジオ B ポップの座標と一致している。このことからサカナクションのメンバーは、それぞれのディスクを、東京版、札幌版とも呼称している。また、アルバムタイトルの公式な読みは数字を1文字ずつ読んだ、834194であるが、メンバーは、闇を行くよと読んでいる。 ただしあくまでタイトルの由来は、上記の通りであり、闇を行くよとも読めることに関しては、山口は偶然こうなったと語っている。このアルバムでは、前作、サカナクションの制作から引き続いて、草刈りが産休を取り復帰するまでは、デモ音源の作成などをメンバーの自宅で行うことが多かった。2016年から2017年にかけては、 自宅での制作環境をアップデートしたものとして、バンドのプライベートスタジオ、NF スタジオを設立した。このスタジオでは、カゲロウの制作などが行われたが、最終的にアルバムに収録された音源の中に、NF スタジオで録音されたものはないという。2018年に発表された、カゲロウ、ムービーバージョンマイナスやシングル曲以外の今作に、 向けて制作された新曲はすべて青葉大スタジオやソイスタジオで収録されている。今作のサウンドプロデュースは大半の楽曲で青葉大スタジオのチーフエンジニア、浦本雅史が務めた。新宝島及び聴きたかったダンスミュージックリキッドルーム2のレコーディングエンジニアとして同じく青葉大スタジオの時彩香が浦本のアシスタントエンジニアとして 吉井正幸が制作に関わっている。裏本は、サードアルバム、新城以降のすべてのアルバムライブ映像作品で、関わっており、2015年から2016年にかけて、行われた、ツアー、サコナックウェリアム2015から 2016NF、レコーズローオンチツアー以降のライブでは、マニピュレーターも務めている。多くの現場をバンドと共にこなしてきただけでなく、 レコーディング現場での雰囲気作りなどでも大きな役割を担っていることから山口はサカナクションの6人目のメンバーと表現している。今作の制作について浦本はライブでマニピュレーションを行った際に新曲を聴いた観客の反応を目にすることができたおかげで最終的な新曲の音作りをどうするかの決断ができたと語っておりこれまでに サカナクションと関わる現場で多様な役割を担って来たからこその貢献ができたと振り返っている。アルバムには山口が17歳の時に制作した楽曲から発売の2ヶ月ほど前に急遽制作された楽曲までが収録されている。最も古い曲はセプテンバーであり、これは山口がサカナクションの全身バンドダッチマンが発足するよりもさらに前に一人で制作した楽曲である。 今作でセプテンバーを2パターン収録したことについて山口はかつて自分のためだけに無作為的に制作したこの曲をキャリアを重ねた現在の技術力だからこそ制作できる人に聞かれることを前提とした作為的なアレンジを施したバージョンのものと一緒に収録することでアルバムのテーマを表現させる狙いがあったことを語っている山口は今作で 最も制作が難航した楽曲は最後から2番目に完成したリード曲忘れられないのであると語っている。アルバム制作における最後の難関を突破する手助けとなった経験として2018年の4月にラジオで松藤谷由美と共演した際のエピソードを挙げている。収録の合間の雑談でかねてよりポップスを作りたいと相談をした山口に対して 完成した直後でも数十年後でもない5年後に世間に理解、評価されるものがポップスであるという視点において、サカナクションはすでにそういった音楽を作ることができていると指摘されたことで、必要以上に満、人受けを狙おうとせず自分たちの好きな表現を追求して良いのだと安心した結果、完成にこぎつけることができたと語っている。なお、 完成するまでには歌詞を180パターン書いたと語っている。今作では複数の楽曲の制作において他のミュージシャンと共同で制作を行っている。リックス1に収録されたモスではよ、竹優子がコーラスに参加している。ヨブはこれまでに山口と江島が2016年に参加したアンリア・レイジの2017年春夏パリコレクション・サイレンスで初披露された。 ユリーカのカバーバージョンをはじめ、様々な機会に、サカナクションと共同制作を行っている。青山翔太郎は題名に、名前が含まれているディックス1の8曲目、ユリーカ以外にも、忘れられないの、モスで一部楽器のアレンジを担当している。ディスク2に収録されたインスト曲、834.194は、サカナクションと札幌出身のミュージシャンである国行き、 高橋と共同で制作された。その他、ストリングスなどの一部楽器のレコーディングは、それぞれの楽器奏者に依頼をしている。サカナクションは2016年に、月面無人探査を競うコンテスト、Google ル,ルナー、X プライズに参加していたプロジェクトの一つ、ハクトのアンバサダーに就任し、応援ソングとして、ムーンを制作した。当初は、プロジェクトの進行具合に合わせて、 楽曲のリアレンジを繰り返すというコンセプトが設定されており、2017年にはムーンの進化形としてソラトが発表された。この曲はミュージックビデオも制作され、当時はシングル曲とともにアルバムに収録される予定であった。その後、2018年3月31日に勝者がないままコンテストの期限が終了したため、ハクとのプロジェクトは途中で終了し、 エスプイス社による日本初の民間月面探査プログラム、ハクトアー R に引き継がれることを発表した。これを受けさかなクションは、ハクトアー R の月面探査プロジェクトが進行、完結した際に、再び空とのリアレンジを行いそれを今後のアルバムに収録するべきであると考えたことや、楽曲のテーマである宇宙を今作の東京と札幌というコンセプトに合わせることが、 難しかったことを理由に発表当時ラジオなどで公言していた834.194への収録を見送った。なお、空とは当初、東京をコンセプトとしたディスク1に収録予定であった。アルバムのリリース情報及び2019年のツアータイトルが正式に発表されたのは山口が、 メインパーソナリティを務める、サカナロックスの2019年3月7日放送会である。この日の放送終了後、公式 SNS 等でも情報が解禁され、特設サイトやアルバム宣伝専用の SNS アカウントも開設も発表された。しかし、3月28日に制作作業の遅延から、アルバムの発売延期を発表している。当初の発売日を、 少し過ぎた4月26日に先着予約、購入特典の内容がアナウンスされる。5月19日には、マスタリング作業の完了が公式 SNS で報告され、5月24日には、サカナロックスにおいて収録曲と商品展開に関する情報がアナウンスされた。この日には、忘れられないののラジオ放送も解禁されている。 この他にも5月から6月にかけての、魚ロックスでは、今作の発売前の情報が、少しずつ公開され、6月7日放送会では、ゲストとして出演したビクターの新入社員である、ユーソの渡る日が、今作の収録曲、モスの歌詞の一部である、眉は手がになるマイノリティというフレーズを、ラジオ放送解禁前であったにもかかわらず、ネタバレしてしまうというハプニングが起こった。なお、 この出来事があった一週間後の6月14日には、同番組で、モスのラジオ放送が正式に解禁されている。今作のリリースツアーは、アルバムの発売日を挟んで2度開催されており、これは、サカナクションの作品では、初となる。まずは、アルバムの発売前に、全国のアリーナを巡るツアー。 サコナック・ウェリアム 2019-834.1946.1CH サウンドアラウンドアレーナセッションが2020年4月6日から6月14日にかけて行われた。このツアーの先週落から5日後の6月19日にアルバムが発売されている。そしてアルバムの発売から約7ヶ月後に全国のホールをめぐる2度目のリリースツアー。 サコナックウェリアム202834.194校が2020年1月18日から開催された。詳しくはツアー関連する公演の節を参照されたい。本作は通常版の他に完全生産限定版 A、完全生産限定版 B もリリースされた。完全生産限定版は特殊パッケージ仕様となる他、 ボーナストラックがダウンロードできるコードが封入されている。付属のブルーレイ DVD には2017年に新木場スタジオコーストで開催されたサカナクションデビュー10周年記念イベント2007.05-09から2017.05-09ライブ AT スタジオコースト2017.05-09の映像が MC と共に130分以上にわたって収録されている。 また、限定版 A にのみ、前作、サカナクション以降に発表された、シングル6曲のミュージックビデオも収録されている。これら特定映像の曲目は、収録曲を参照。また、今作は、サカナクションのオリジナルアルバムでは、初となる、シングルカットが行われている。忘れられないの、モスの2曲を収録した両 A 面シングル、忘れられないの、 モスのリリースが27月10日に発表された。このシングルは8センチ CD で当初は1万枚限定でのリリースとアナウンスされていたが近年では珍しくなって8センチ CD という商品形態やアートワークが話題を呼び予約が殺到したためリリースの発表からわずか3日後に追加生産が行われた。2019年にサカナクションは6年ぶりにオリジナルアルバムが発売した。 ことによりこれまでにないほど多くのメディアに露出した。発売日前日にラジオに出演した際に山口は久しぶりのプロモーション活動に感が取り戻せていないと話している。また特に6月7月にかけて大量の出演情報が積み重なった際は SNS でファンに向けて誰か情報をまとめてほしいとまで発言した。上の表に上げたプロモーションの他に 6月22日には3月に放送が終了したレギュラー番組 NF パンチの外伝企画として下北沢の路上にて山口による告知なしの販売会検査委員会が開催されるこの模様を記録した映像が後に番組の公式 YouTube チャンネルにアップロードされたさらにこの模様は富士テレビ系目覚ましテレビ6月25日放送会で紹介された 今作のリリースにあたっていくつかのテレビ番組で収録曲が披露された。まず6月21日のテレビ朝日ミュージックステーションでは忘れられないのを披露した。同日に公開された同曲のミュージックビデオの生放送での再現に挑戦し話題を呼んだ。続いて7月6日放送の NHK 総合ソングスの第503回では新宝島グッドバイ 忘れられないのを披露した。今作からのリカットシングル、忘れられないの、モスがリリースされてから二日後の八月二十三日にも、ミュージックステーションに再び出演。この回では、モスを披露した。今作は、多くの楽曲にタイアップがついている。二千十九年三月二十日には、ナイロンの糸のカロリーメイト新 CM、考え続ける人ペンでのタイアップが発表され、 23日からテレビ CM の放送がスタートした。またこの CM の60秒版が3月29日にミュージックステーション内で放送された。3月22日には忘れられないののソフトバンクミュージックプロジェクト新テレビ CM 速度制限満点でのタイアップが発表され、翌日から放送が解禁された。3月29日には ナイロンの糸が使用された、大塚製薬のカロリーメイト新 CM、考え続ける一編の60秒版がテレビ、朝日系列、ミュージックステーション内で放送される。5月20日、ワンダーランドの TBS テレビ、ニュース23オープニングテーマへの起用が発表される。この曲は、当初より、タイアップ用の曲として制作されたわけではなく、アルバム制作用のデモを聴いた。 番組関係者からの要望を受け、2019年6月3日からの番組リニューアルに合わせ起用が決定した。これに関連して、同番組の6月5日放送会には山口が出演。小川彩香との対談が放送された。6月24日には、モスのフジテレビ木曜劇場、ルパンの娘主題歌への起用が発表された。 このタイアップは2020年10月から放送された第2シーズンでも継続され、新シーズンの制作を記念した第1シーズンのダイジェスト映像も公開された。今作に収録された楽曲の全18曲中10曲でミュージックビデオが制作された。このうち、グッドバイ、ユリーカ、さよならは、エモーション、レンの花、新宝島、多分、風は、先に、 それぞれのシングル発売時のプロモーションとして制作され、聴きたかったダンスミュージックリキッドルームに、は2017年に銀座メンズロンの,のボッテガベネタとのコラボレーション企画ミッドナイトデイドリームにおいてドラマ映像が制作された。今作のプロモーションとして制作されたミュージックビデオはナイロンの糸忘れられないのモスの3曲である。ナイロンの糸は山田智和が 忘れられないのは、田中雄介が、モスは、山口康之がそれぞれ監督を務めた。この3人は2018年11月末から12月初頭に、かけて4日間開催された、サコナックウェリアム2018ウォズカンゼミナールジュ・ライブセッションにおいて、深海、中層、浅瀬セクションの演出を担当し、このライブに向けて、それぞれの楽曲に合わせた映像を一度制作している。 その後、新たにミュージックビデオとしての映像が制作され、ナイロンの糸は2019年6月4日、忘れられないのは同年6月21日、モスは同年7月11日に公開された。なお、ナイロンの糸には、カロリーメイト CM、考え続ける人編の約3分半の映像が、忘れられないのには YouTube で活動する。 動画クリエイタードロップブロックスタジオが制作したバージョンの映像が存在しており、どちらもバンドの公式 YouTube チャンネルにアップロードされている。また、今作の収録曲では、ミュージックビデオの他にも映像作品等のプロモーションとして、モスとワンダーランドのライブパフォーマンスの様子を切り取った映像が同チャンネルにアップロードされている。忘れられないのの、 ミュージックビデオが MTV ジャパンが主催するその年の優れたミュージックビデオを表彰するアワード MTV ビデオミュージックアワーズジャパンで最優秀ダンスビデオ賞を受賞した。今作は収録曲をディスク1とディスク2に分けており、それぞれのディスクで音楽性が異なっている。ディスク1はポップでアッパーかつダンスミュージックの要素が多くを占めるのに対しディスク2は ノスタルジックでディープかつアナログな印象を感じさせる。冒頭の忘れられないのは AOR が取り入れられており、このような楽曲を制作できるようになったのは2016年頃に設立したバンドのプライベートスタジオで繰り返し演奏を研究してきたからとメンバーは語っている。二曲目のマッチとピーナッツのコンセプトはマッチとピーナッツ山口、いわくビーーズジュディオング及び次義春を イメージしている。前編にわたって、音が鳴っているシンセサイザーの音は、ミニモーグが使用されている。3曲目からは、影ウ多分、風。新宝島と、アッパーが曲が連続し、モスでピークを迎える。メンバーの間でのモスのイメージは、トーキングヘッツ山本リンダ90年代から2000年代の、UK ロック、CCB を1、1、1。 一で混ぜたものとしている。またこの曲のベースには、ヘフナー500から1が使用されており、ライブパフォーマンスにおいても同じものが使用されている。7曲目の、聴きたかったダンスミュージック、リキッドルームには2015年の草刈りの産休中に制作された曲であり、エレキベースは、すべて岩寺によるテイクが使用されている。 この点からサカナクションの歴史における重要な曲であるとして今作に収録された。8曲目、ユリーカはバンド9枚目のシングルの表題曲、ユリーカを東京出身のアーティストである青山翔太郎によってインスト的にリミックスされた楽曲である。9曲目のセプテンバー、東京バージョンマイナスは山口が10代の頃に一人で制作した曲を 現在のサカナクションの音楽性に合わせてリアレンジされている。前半はグッドバイ、レンの花、ユリーカとシングル曲が続く。4曲目のナイロンの糸はローランド TR-808 が使用されている。5曲目の茶柱は今作の収録曲の中でも特にミニマルな構成となっており、山口の歌、岡崎の弾くグラビアのノールステージに EX。 札幌のセミの声、そして札幌生まれのコントラバス奏者である、瀬尾隆によるコントラバスの音で構成されている。6曲目のワンダーランドはバンドとしては初めて、シューゲーザーを取り入れた楽曲である。曲の冒頭と終盤に特に大きく、ノイズが入っているが、イントロの前の音は、北海道の雪を踏む足音であり、終盤の大音量のホワイトノイズの中に紛れて、 聞こえる音は、東京の街中で撮った音であることが語られている。曲が始まってからおよそ34秒あたりで鳴る。ギターのサウンドは江島によるテイクが使用されている。また歌詞については、童貞、処女喪失をテーマとしている。7曲目には、シングル曲の、さよならは、エモーションが収録され、8曲目の、834.194はインスト曲となっている。9曲目、 アルバム最後の曲である、セプテンバー、札幌バージョンマイナスはディスク1の、セプテンバー、東京バージョンマイナスと同じ原曲を制作された、当時に近いアレンジで仕上げられている。二つのバージョンともに歌は、同じテイクを使用している。札幌バージョンの最後の部分には、懐かしさや、朴突さを演出する意図で、NHK の時報などでも使用されている。 制限波を加工した音が用いられている。本作は音楽ソフトのプロダクトとしての価値の拡張をテーマとした商品の展開が行われ、アーティストディオ、ニアホルの作品2点がジャケットアートワークのメインビジュアルとなっている。北海道の海と東京の海のそれぞれで撮影された大量の写真を積層し、それを掘り込んで制作された彫刻作品を 改めて撮影した写真がジャケットとなっている。それぞれ、青を基調とした面と黄色を基調とした面があるが、バンドとしては、どちらが表で、どちらが裏であるかという設定はしていない。ただし、レーベルから販売する際のプロモーションの関係で、青を基調とした面の方が便宜上の表として扱われている。歌詞カードのブックレットはこの作品2点の別角度から、 撮影された写真と文字のみというミニマルなデザインとなっている。また今作はフィジカルでの販売において通常版と完全限定生産版が展開されているがジャケットに使用されている写真は共通となっている。今作の歌詞カードではクレジット表記の欄においてバンドメンバーの後ろにギターやドラムといった担当楽器が具体的に表記されていない。このことについて岩寺。 草刈は山口が作った原曲のアレンジを他のメンバー4人で進める際に一人につき一つの楽器のみを担当することにこだわらずこれまで以上に4人があらゆる要素に各々の意見を反映させながらアルバムを完成させたためであると語っている。ロッキングオンの小川智博は本作は何度聴いても発見があると言い,い今まで一枚の絵として見ていたものが実は 奥行きも高さも持った立体像であったことに気づくようなアルバムと評した。時間と空間の移ろいの中で変化し続ける音楽的有機体としてのサカナクションの全体像をサカナクション自身が初めて具体化して提示するアルバムとも語った。リアルサウンドの森友幸はディスクマイナス -1 には洗練されたダンサブルな楽曲がディスクマイナス -2 には サカナクションの深淵な精神性が堪能できる楽曲が収録されていると指摘し、前作以降のバンドのストーリーを一大女子史に発展させた大作と評した。批評家のイムドクムは本作をバンド結成の地である札幌と現在活動の拠点とする東京という二つの時代、都市を対比させたコンセプトが貫かれた一作と評価。AOR やシティポップを参照しつつ、 宣伝された洋楽、テキポップスへと向かうのでなく、稲田さをためらいなく、ポップに提示する手際が咲かなクションらしいとした。また、本作は、コンセプトアルバムとして、極めて周到に、整合性のある作りになっているが、モスや、忘れられないの、といった新曲がおのずと放っている魅力に対して、これらのコンセプトはいささか打足だと語った。 雑誌、ムジカでは2019年7月号におけるディスクオブザマンスの国内版として今作を選出した。ここに記された批評の一つとして、小野島大は収録曲全体の半数以上がシングルとしてすでにリリースされているにもかかわらず明確なテーマストーリーを持った一つのアルバムとして見事にまとまっていると評しており、特にディスクに後半のワンダーランド、 さよならはエモーション834.194の流れを例にとりシングル曲もアルバムに組み込まれることで新たな意味を持つようになったと語っている。また、同志の2020年1月号における2019年の音楽シーンを振り返る特集ザイヤーインミュージック二千2019において、かのあつと編集長のあり泉ともこは1クロックが二千十九年二月十三日に リリースしたアイ、ア of the Storm、世界の終わりが、同月27日に、同時リリースした、イ・リ i p と合わせて、起評をしている。3バンドが2010年の初頭にその後大きく、注目されるきっかけとなったシングルをリリースしたことを、踏まえ、2010年代の音楽シーンを象徴する、立ち位置にまで上り詰めたバンドによる、ここ10年の時代を総括するアルバムであると、評している。 また本作は、ミュージックマガジン2021年3月号掲載の特集決定版2010年代の方角アルバムベスト100にて第90位に選ばれている。オリコンの調査によると834.194は2019年6月19日にフィジカルとしてリリースされ初日に推定44,284枚を売り上げ。 デイリーランキングで2位を獲得した後、発売初週で、推定8万1261枚を売り上げ2019年7月1日付の、週刊チャートランキングでも2位を記録した。同じ週に、オリコン週刊デジタルアルバムランキングでは、ダウンロード数1万1123を記録し1位、週刊ロックアルバムランキングにおいても1位、そして、フィジカルでの売り上げとストリーミング再生数、 ダウンロード数を合計した、オリコン週間が算アルバムランキングでは2位を獲得した。また週間アルバムランキングでのチャートイン2週目には、推定14,710枚を売り上げ9位を記録し、トップ10を維持した。その後8月第1週には34位にまで順位を下げたものの、8月21日に、忘れられないの、モスがシングルカットでリリースされたことも、 話題及び8月第2週及び第3週で若干の回復を見せている。また、同年6月分のオリコンアルバム月間チャートでは4位、月間ロックアルバムランキングでは1位、2019年のオリコンアルバム年間ランキングでは29位を記録した。ビルボードジャパンのチャートのうちトップアルバムスセールズでは2019年7月1日付のチャートで 全国推定売上枚数82,500を記録し2位でチャートデビューした。この週はホットアルバムスでも2位でチャートデビューしダウンロード数を計測するダウンロードアルバムスではオリコンデジタルアルバムランキングと同様に1位を獲得した。またこのダウンロードアルバムスランキングにおいても8月19日付のチャートで15位を記録した後9月9日付の チャートで9位にまで、再び順位を上げている。このようなロングセールスを記録したことについて、ビルボードジャパンの栗本人しは、リード曲、忘れられないのでの話題作りがアルバムへの注目を集めた大きな要因であると分析している。2019年のトップアルバムスセールズ年間ランキングでは25位、ホットアルバムス年間ランキングでは17位。 ダウンロードアルバムス年間ランキングでは16位を記録した。ツタヤの2019年度年間レンタル CD ランキングのアルバム部門では19位。タワーレコードが2019年12月2日に発表した2019ベストセラーズ邦楽アルバムトップ20では9位。HMV が2019年11月29日に発表した年間ランキング。 HMV ベストオブ2019では16位、配信サイトモーラの2019年年間人気アルバムランキングでは15位、レコ直の年間ランキング2019ではアルバムランキングにおいて47位にランクインした。また、これを踏まえレコ直における同年のアーティストランキングでは、サカナクションが50位にランクインしている。日本レコード協会によるゴールドディスク認定では、 10万枚以上フィジカルとして出荷されたとして2019年6月に認定を受けている。本作は CD2 枚組で共に9曲ずつ合計18曲が収録されている。両ディスクとも8曲目にインスト曲またはインスト曲に近い形にアレンジされた楽曲が9曲目には山口と岩寺が所属していたサカナクションの前身バンド ダッチマン時代の楽曲、セプテンバーをリアレンジした楽曲が収録されている。リード曲はディスク1の1曲目、忘れられないの。2019年3月7日にアルバム発売が発表された当時は、2019年のツアー中にアルバムが発売される予定だったため、同ツアーはアルバムを聴かずに見る公演と、聴いてから見る公演の両方を体験できる特徴があることを、 山口は語っていた。しかし、発売日は延期となったため2019年のツアーは、結局すべての公演が、アルバムを聴かずに見るライブとなったが、2020年に、新たなアルバムツアーが開催されている。本作のタイトルを冠した、ツアー、サコナックウェリアム 2019-834.1946.1CH サウンドアラウンドアレーナ、セッションが、 2019年4月6日から6月14日にかけて開催された。全国7都市のアリーナで、軽重公演が行われ、サカナクションとしては、史上最大規模のツアーとなった。アリーナツアーの音響サカナクションの2019年のツアー、サコナックウェリアム2019、834.1946.1CH サウンドアラウンドアレーナセッションの PA システムを、 簡易的に表した図、サカナクションは2013年と2017年の公演で200発以上のスピーカーを用いた 6.1CH サラ運動音響をしてきたが、本ツアーでは全公演において300発以上のスピーカーによる 6.1CH サラ運動音響を採用している点が大きな特徴である。特に先週楽となったポートメッセ名古屋公演では、 ツアー初日と二日目の公演を行った幕張メッセの半分のキャパシティに対して1.5倍のスピーカーを設置したことが MC で語られている。こうして音響設備に力を入れた結果、音が悪いというイメージがつきがちなアリーナにおいても、あらゆる席に明瞭度の高い音を出すことができたと草刈りと江島は語っている。音響に関する主要なスタッフとしてメインの PA エンジニアは、 アコースティックの佐々木幸男がスピーカープランニングを株式会社パブリックアドレスの竹井和夫がサカナクションが演奏する以外の音をコンピューターで制御するマニピュレーターは浦本正史が務めた。3人とも以前からサカナクションのライブスタッフとして参加し続けており、テレビ朝日系、赤ジャム完全、年賞の2018年6月3日、 放送会において2017年の10周年記念サラウンドライブについて特集された際は、サカナクションと共にバンドと関わりの深いスタッフとして番組にゲスト出演している。雑誌サウンドレコーディングマガジン2019年8月号ではこれら3人のスタッフが大きく関わった PA システムについて詳しく記載されている。まずサカナクションの歌声と楽器類の音。 裏本正氏がマニピュレートする機器の音、そしてサラウンド音声の定位を調節するためのパンナーからの音など合計 54CH の入力信号が佐々木の操作するアビットテクノロジーのベニュー S6 リットルから3、2D とモニターミキサーが操作するヤマハの CL5 に送られ、それぞれ客席音とステージのモニタースピーカー用にミックスが行われた。 ここで使用されているパンナーは、名古屋のメーカー、エレクトラグレイブがこのツアーのために制作したものを使用している。この機器によって、佐々木のコンソールから出力された2系統のステレオ音声が6系統のサラウンド音声に変換され再びコンソールへと入力し直されている。サラウンドスピーカーへの転移は内蔵のデジタルシグナルプロセッサのプログラムによって、 一定の速度で音を回すことができるほか、ジョイスティックによって手動で変化させることもできる。例として、MOS の感想部分では、オート機能によって曲の BPM に合わせたスピードでギターの音が回されたほか、祈りでは PA タクとは別に DJ セットに設置された2台目を山口が使用し、サラウンドをコントロールした。今回のツアーでは 6.1CH サラウンドが、 採用されているが、会場に設置された300発以上のスピーカーから 6.1CH を構成するなら系統のうちのどれかの音のみが鳴っているというわけではない。まず佐々木のコンソールからは、フロント L、R、サイド L、R、リア L、R、サブウーファー、センターの 8CH が出力され、ソリートステートロジックのライブ、L500 というコンソールに入力される。 次にこのライブ、L500 のライブにおいて、はじめ8系統で入力された信号が40、系統以上にまで細分化されてから最終的に、それぞれのスピーカーに割り振られている。これは、アリーナゆえの会場の広さと音速による、音の到達時間のズレを考慮した、リレースピーカーなども設置する必要があるためであり、こうして、スピーカーが設置される位置ごとに、 音の出るタイミングを細かく調節することによって会場のどの客席にいても違和感なくサラウンドが体感できるようになっている。なおディレイスピーカーにはイースタンアコースティックワークスの指向性を変えられる特殊なスピーカーを使用している。アリーナツアーの曲目演出サカナクションのライブは通常メンバー全員とスタッフが意見を出し合いながら曲名や演出を決定していくが 今回のツアーは山口がアルバムの歌詞制作に専念するためにほとんど関わっていない。ただし企画の初期の段階に本編がセプテンバーで始まり、セプテンバーで終わるようにしたいこと、アンコールの最後の曲をグッドバイにしたいこと、新宝島のミュージックビデオに登場したスクールメイツ風ダンサーをステージにも登場させたいこと、バッハの旋律を夜に聴いたせいです。の。 ミュージックビデオに登場した山口と同じ格好をした一郎人形を登場させたいという要望はスタッフに共有していたという。曲目については山口から共有されていた大まかなイメージをもとに他のメンバー4人で原案を考案した。今回のツアーには834.194から100バイト PM 前後の曲が多く加わったことにより、 従来とは違うライブの展開を作ることができたと草刈は語っている。演出は山口以外のメンバー4人と照明を担当しているバックスグルーブの平山和弘を中心に考案された。演出の中でも映像を大胆に使った点はこのツアーの大きな特徴となっており、山口は サカナクションのライブに映像をいかに盛り込むかということを試行錯誤し続けた点において2018年に開催されたサコナックウェリアム2018オズカンゼミナールビジュライブセッションから今回までのツアーが地続きのものであると考えている。映像制作は直近のサコナックウェリアム2018オズカンゼミナールビジュライブセッションの中層セクションでも映像制作を行った。 田中祐介が担当した。田中は今回映像だけでなくステージの構造など演出全体にも深く関わっている。撮影を開始する前にステージに設置するモニターのサイズと形状をプロデューサーの野村達也、マネージャーの熊木隼と平山で相談した結果、縦長の短冊状の LED パネルというアイデアが採用されることとなった。ここで考案された LED パネルは 縦長の短冊上パネルがバンド後方に5枚、ステージ両脇に2枚、そしてステージ横のサービスモニターが設置される位置に紙手べたで3枚ずつ、計13枚設置するものである。こうして設置することによりあるときは、縦長の13枚のパネルにそれぞれ違う映像を再生したり、全体で1つの映像を再生することで1枚の巨大かつスーパーワイドなモニターとして、 映像を展開することができるようになった。これらのモニターへの映像出力はコマデンの NJP と呼ばれるオペレーションソフトが使用され、手作業のスイッチングでは不可能なスピードで映像が切り替えることができるようになっている。映像を流すハードウェアが決定し、セットリストも決定すれば、いよいよ撮影を開始できるという段階まで来ていた。 ものの、前述の通りアルバムの制作が遅延したことから、セットリストの完成は3月半ばまで後ろ倒されることとなり、テクニカルリハーサルまでの日程を考慮すると、田中は約2週間でライブに使用する映像をすべて制作しなければならなくなった。この時期について、田中は思い出すだけでも、超ビビると話している。約2週間で田中はオープニング、 夜の踊り子、カゲウ、ア青い、ユリーカ、イヤーズ、マッチとピーナッツ、新宝島、セプテンバー、札幌バージョンマイナス、バッハの戦律を夜に聞いたせいです。お水から制作し、ナイロンの糸と、レンの花の映像は、オイルアーティストのスケカワサダヨシに、ワンダーランドの終盤から、ミュージックまでの一連の CG 映像は、ライゾマティクスリサーチに制作を依頼することで納品を、 間に合わせた。なお、忘れられないのの演出で使用された映像は、序盤の幕張公演では、用意されていなかったが、より観客を引き込む演出が欲しいというメンバーや、スタッフの意見から田中が、アニメーションのチームに依頼して制作された映像が、ツアー中盤の仙台公演より使用されることとなった。ユリーカでは、この LED パネルに加えステージ前方に車幕が、 殺ろされることにより2層での映像表現が展開される。アルバム834.194のコンセプトである札幌と東京にちなみステージ後方の LED パネルには札幌前方の車幕には東京の風景を投影し2種類の映像の間でサカナクションが演奏をする様子が構築された。田中はこの2レイヤーでの映像表現について普段は 絶対にできないことでありとても貴重な経験であったと振り返っている。本ツアーでは映像による演出だけでなく、特攻も積極的に使用されている。青いではブレーズ社の照明付きスチームマシンが使用されており、青い煙がステージ上に噴射されているほか、中盤のワンダーランドでは同じくブレーズ社のラインバーナーによるバンド史上初の炎を用いた演出が採用された。 DJ ブースで演奏が行われる祈りからムーンでは山口がエレクトラグレイブ社のパンナーを操作し音が聞こえてくる方向をリアルタイムで変化させるパフォーマンスが行われた同時にステージ横の LED パネルにパンナーを操作する山口の手元と後ろスコープの画面がオーバーラップされながら映し出されているここでの一連の演出について山口は 本ツアーの大きな特徴であるサラウンド音響を観客にはっきりと体感してもらう意図があったと説明している。本ツアーの演出にはいくつかの曲目でメンバー以外の出演者が登場している。ユリーカでは2層で展開された映像のうち札幌をテーマとした映像にモデルの水島悟りがマッチとピーナッツの映像には当時10代のダンサー葵山だが出演した。 このうち青山田は2018年の美ュライブセッションにおいて同じく田中が演出を担当した中層セクションで使用された映像にも出演している。新宝島でステージ上に登場したスクール名津風ダンサーは会場となった地域で活動しているダンサーが参加しており公演ごとに出演者が異なっている。ライブでの演出としてダンサーを登場させたことについて山口は 夢が叶ったと話している。追加公演、中国へのメディア展開4月27日に、中国での追加公演が発表され、この公演のプロモーションに合わせて、ウェイブリのバンド公式アカウントが開設された。6月28日に、上海のモダンスカイラボ、6月30日に、新鮮の A8 ライブで開催され、これらの2公演は、アルバム発売後に開催された。 なおこの2公演は、サラウンド音響ではなく、一般的なステレオ音響での公演であるため、ツアータイトルは、サコナック・ウェリアム2019-834.194となっており、6.1CH、サウンド・アラウンド・アレーなセッションの部分はない。テレビ放送日本国内でのツアー先週楽となった、愛知公演の様子が、ワウワウライブにて2019年9月22日に放送された。 番組では山口が本ツアーを振り返るインタビューも合わせて放送された。アリーナツアーの映像作品化2019年のアリーナツアー選集落である愛知公園の様子を収録した映像作品がサコナックウェリアム 2019-834.1946.1CH サウンドアラウンドアレーナセッションライブアットポートメス名古屋2019.0614 というタイトルで2020年1月15日に NF レコーズからリリースされた。本作は完全生産限定版と通常版の合計4、携帯でリリースされた。ブルーレイでは完全生産限定版、通常版ともにライブ本編の音声を 2CH ステレオとドルビーアトモスの2種類で収録している。サカナクションのこれまでの作品でバイノーラル音声や CH サラウンド音声を導入してきたが、ドルビーアトモスを採用したのは、今作が初めてである。また完全生産限定版には、愛知トリエンナール2019、暗闇暗闇ライブの記録映像が特典として収録されている。初回プレス分には、映像作品のリリースから約4ヶ月後に開催予定だった。 サコナックウェリアム202834.194号ツアーの追加公演、スピーカーのチケットウェブ先行抽選予約用シリアルナンバーが封入された。またすべての携帯で本編ライブ映像をスマートフォンで対応できるプレイパスサービスに対応している。リリースに関連したイベント映像作品のデザイン、音響今作の映像編集及びパッケージデザインは、 ツアーの演出映像を制作した田中雄介が引き続き担当した。映像の編集にあたって田中は約一週間自宅に引きこもって作業をし続けたという。映像編集の後に取り掛かったパッケージデザインはユリーカのライブでの演出を製品に落とし込むという考えのもと行われた。ライブではステージ前方に貼られた車幕とステージ後方に 設置された LED パネルにそれぞれ東京と札幌をテーマにした映像を流し、2層の映像の間でメンバーが演奏するという演出が行われた。これに対し映像作品のパッケージでは片面に834という文字入りの東京の景色、反対の面に194という文字入りの札幌の景色が印刷された窓枠があしらわれ、 ケースから内容物を引き出すと2箇所の風景が重なったビジュアルの中に834.194という文字が浮かび上がるようになっている。さらにこの内容物を取り出したケースを反対側から見ると834.194の数字が裏向きとなるが、これは今作のリリース直後にスタートするアルバム834.194の2度目のリリースツアー。 サコナックウェリアム2 0 2 8 3 4 1 9 4校のテーマである、834.194を振り返るという概念を表現している。今作のブルーレイ版では 2CH ステレオ音声に、加えドルビーアトモスが採用されている。2013年と2017年に開催された、サラウンドライブ映像化では 5.1CH サラウンドが採用されているが、今回は、 バンドの映像作品としては初めてドルビーアトモスが採用された。リリース当時に一般家庭ではまだあまり普及していない企画を使用することへの懸念はあったものの、その時の最新の技術を取り入れたかったことなどから採用されたと江島は語っている。ステレオとドルビーアトモスのどちらの音声もミックスは浦本正さが担当した。 これまでのサカナクションのライブ映像作品で、ステレオ音声をミックスする際はライブが開催された、アリーナ会場での音の響きを再現することに重きを置いていたが、今作ではコンセプトを変え、ライブ映像作品の音声として、あらゆる視聴環境でも聞きやすいミックスを目指したという。ステレオ音声のミックスを完成させた後、裏本はの港区麻布台に位置する、ポニーキャニオンエンタープライズ社の P、 S スタジオでドルビーアトモスのミックス作業に取り掛かった。ドルビーアトモスの特徴的な点として天井に設置するハイトスピーカーの存在を挙げており、これにより従来にはなかった表現ができるようになったという。例としては、新宝島での岩寺のギターソロの音を他の音よりも多くハイトスピーカーに振り分けたことにより、全体としての音量バランスを崩すことなく自然に、 目立たせることができたと江島が語っている。今作でのドルビーアトモス音声の制作にメンバーやスタッフは手応えを感じており、裏元は映像だけでなく楽曲収録でもドルビーアトモスを使用することに意欲を見せたほか、江島も今後のサラウンドライブを映像作品で再現する際も引き続きドルビーアトモスを使用したいと語った。本作を引っさげたアルバムツアーとなる サコナックウェリアム2百三8 3 4 1 9 4校が2020年1月18日から2月26日にかけて開催された。全国のアリーナで開催された2019年のツアーに対して、こちらは全国のホールを回るツアーとなっている。ツアーのコンセプトである、光は2019年にアイリトリエンナーレ2019の音楽プログラムの一つとして、 サカナクションが開催した音楽プログラム、暗闇暗闇とタイとなっている。2019年8月24日に開催が発表された当初は4月12日までの12会場23公演を開催する予定であったが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け石川公演以降の開催を延期を余儀なくされた。その後、再開に向け数度の延期を重ねたものの、 最終的に23公演中後半の11公演は開催中止となった。追加公演、スピーカー、サコナックウェリアム202834.194コーツアーの追加公演が2019年12月27日、ラジオクレイジー2019の Z ステージでのパフォーマンス中に MC で発表された。イベント終了後バンド公式ツイッターが更新。 特設サイトのリンクが公開された。この公演は、スピーカーを通常よりも多く設置することで、音響的資格を減らすことが目的の一つとされており、スピーカーというサブタイトルが付けられている。当初、5月1日、5月2日にピアーリーナ MM、5月8日に大阪城ホールで開催される予定であったが、本ツアーのホール公演と同じく、 新型コロナウイルスの感染拡大による影響で開催見合わせが発表された。以降バンドは振り替え日程の調整を続けてきたものの当面の開催は不可能と判断したため2020年5月1日20時頃に全3公演の中止が発表された。サカナクションのライブツアーで全公演が中止になった企画はこれが初めてである。ツアー開催延期中止と その対応についてツアー中止までの流れ2019年末から中国武漢市を中心に世界各地で流行している新型コロナウイルス感染症の影響が最初に出たのは2020年2月18日、19日の愛知公演だった。本ツアーの公式グッズの一つ、光ツアー T の会場への到着が中国での生産ライン。 物流停止の影響を受け先行販売開始までに間に合わない事態が発生した。これに対し運営は到着までは引き換え券の販売をし、到着次第商品と交換する形で対応した。その後、2月24日にツアーそのものの開催に関して最初に方針を公開した。この時は十分な感染対策を行った上で、 予定通り開催する方針であったが2月26日に政府からイベントの開催の必要性を検討するよう要請されたことを受け当日中に石川、広島、神戸公園の延期が発表されたツアーの休止が決定して以降3月にかけては振り替え日程の発表やチケットの再販売を行いツアー再開に向けた対応を進めた また予定されていたライブに行けなくなったファンなどのためにツアー終了を待たずにグッズのネット販売も開始した。3月下旬には石川、広島、神戸に続き福岡、熊本、札幌公園についても開催延期が発表されツアー再開の見通しが立たない状況が続いた。さらに4月7日から当時の安倍内閣総理大臣により 緊急事態宣言が発出されたことを受け、本ツアーの中でも特に多くの観客が集まり、感染症のリスクが高くなることが予想される、スピーカー公演を中止することが発表された。サカナクションのワンマンライブにおいて、公演を延期ではなく中止する事態になったのは、この時が初となる。その後も各地のホール公演は、 もう一度日程をずらし7月から10月にかけて開催する旨をアナウンスしていたものの夏になっても感染症の影響が収まることはなく最終的には全ての公演が中止となった従来の有観客ライブの代替企画2月26日の公演の開催延期を発表してからサカナクションは様々な規模のライブ代替企画を企画した2月28日には バンド初のライブ映像作品の一つであるサコナックウェリアム2010の YouTube ライブ制配信を発表し、翌29日の21時から NF レコーズの公式チャンネルにて MC アンコール部分を含むライブ映像全編が配信された。以降、バンドはこれまでに発表したライブ映像作品の無料配信をたびたび企画する。この企画は後に、 ライブ映像作品集がリリースされるまで行われた。山口個人としてはツアーが休止してから、自身の SNS でファンや他のクリエイターと積極的に交流を深めている。この自主企画は深夜対談と題されており、一例として建築家の谷尻誠との対談の様子がテクッチャーマグで記事化されている。四月九日には自宅で過ごすファンに向けメディア出演にアライブ。 映像配信、深夜対談を含む各種コンテンツの公開予定日をまとめた夜を乗りこなすカレンダーの第一版を発表した。以降、SNS 上で8月19日までカレンダーの更新を行っている。新たな形式でのライブ開催7月17日には延期が続くホールツアーの代替企画としてバンド史上初となるライブストリーミング公演。 サコナック・ウェリアム・ヒカリ・オンラインの開催が発表された。公演は2020年8月15日、16日の2日間にわたって配信された。当初山口は休止前に行っていたコンサートをそのまま無観客で開催することには会議的であったが、これまでにサカナクションが積極的に挑戦してきた音楽を視覚的にも表現する取り組みの延長線として、 オンラインライブを行うのであれば何か面白いものができるのではと考え開催に踏み切ったというこのオンラインライブにメンバーは手応えを感じ実際に工業的にも成功したがこの経験を通して山口は改めて観客の存在の大きさを感じ今度は有観客でありつつも感染症対策に気を使った新しいライブを行いたいという考えもから新たに サコナックウェリアム暗闇が企画された。当初2021年1月に開催予定であったが、コロナウイルス感染症の処意、第3波が発生している状況を鑑みて中止となった。スタッフへやエンターテインメント業界への支援、サカナクションはコロナ禍でライブが開催できなくなったことにより、収入が減ったスタッフへの支援活動を積極的に行っている。 2020年3月4日、サカナクションが所属するヒップランドミュージック社長の野村達也が理事長を務める音楽制作者連盟をはじめとするエンターテインメント関連3団体及び主要コンサート制作会社が共同で新型コロナウイルス感染拡大の防止を呼びかけるためエンターテインメントを愛する皆さんへと題する声明文を発表した。この声明文の最後には 春は必ず来るというスローガンも添えられており、サカナクション及び山口個人は、それぞれのツイッターでこの声明文発表のニュースに対してコメントを出すとともに、以後の活動に関する告知で、積極的にこのスローガンを用いている。スタッフを支援するための具体的な活動の第一弾として、3月中にサカナクションは、ナイスアクションと呼ばれるファンからの寄付金を受け入れる。 システムを開始した。ここで集まった寄付金はバンドの活動だけでなくコロナ禍で収入が減少したサカナクションのライブスタッフ通称チームサカナクションへの支援金としても使用される。これ以外にもバンドはライブグッズや新たに制作した映像作品集の売り上げをチームサカナクションの支援金として使用する取り組みも行っている。6月11日 コロナ禍が発生して以降に山口が自身の SNS で構想や進行状況を話していた日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、コンサートプロモーターズ協会の3団体による日本のライブエンタテインメント産業の支援を目的とした基金ミュージッククロスエイドの発足が正式に発表された。15時からは公式サイトも公開され、この件は ヤフーニュース等でも取り上げられた。山口はこれまでライブの収益で生活していたミュージシャンが苦しい状況に立たされている中で自身のような比較的状況の良い立場にいる人間が積極的に動かなければライブ産業が続かなくなってしまうと考えており、そうした事態を防ぐためにエンターテインメント業界への支援を行っていると話した。 なおこの基金への収益の寄付を最初に発表したイベントは6月20日にサカナクションが主催したイベント NFON ライン01で,であったツアー休止をきっかけとする経験の位置づけ山口はコロナ禍によるサコナクウェリアム202834.194校が休止となって以降の経験を834.194の 次の音楽制作のテーマにしようと考えている。セールス20万枚リリースツアーのアリーナ公演をソールドアウトするという目標を掲げて制作された前作サカナクションはオリコン1位を獲得したがヒットしたことによる NHK 紅白歌合戦出場などの経験が本来サカナクションというバンドを始めた目的とは異なっていたことに気づいた。 そこで次は売り上げを伸ばすこと以外を目的とした音楽制作を行うべきであると考えた結果 NF を設立しその後834.194は制作された山口は834.194のリリースを発表した際にシングルを出しアルバムを出しそのリリースツアーを回り音楽専門誌で制作の意図を語るというという一連の 広報以外での音楽表現を追求していきたいと語っていたが、2020年以降の経験を通して、この先サカナクションは、ライブで盛り上がる曲だけでなく、音楽を聴く人の心の隙間に寄り添うような音楽を作らなくてはいけないという目的を見つけている。2020年のツアー休止以降のサカナクションの活動を追った NHK スペシャルの番組の最後で、山口は、 コロナ禍を通しての経験を以下のような詩として表現した。8月にオリコン CD アルバムチャートとビルボードジャパンダウンロードアルバムスどもにランキングが上昇しているが、この月の21日に忘れられないのモスがシングルカットリリースされている。この記事は以下のカテゴリーでも参照できます。 サコナックウェリアム 2019834.1946.1CH サウンドアラウンドアレーナセッションに関するカテゴリーサコナックウェリアム2019834.194に関するカテゴリーサコナックウェリアム202834.194項に関するカテゴリーサコナックウェリアム202834.194項スピーカーに関する カテゴリー、サコナックウィリアム 2019-834.1946.1CH、サウンドアラウンドアレーナセッション、ライブアットポートメス名古屋2019.06-14イに関するカテゴリー。ありがとうございます。